ホビーは第二次世界大戦におけるアメリカ海軍のベンソン級駆逐艦の一隻。艦名はジェームズ・エイチ・ホビーにちなむ。ジェームズ・エイチ・ホビーは1835年4月27日、ニューハンプシャー州ニューボストンで生まれた。彼は1848年に第三補助機関士に任命された。1855年6月21日に辞任したが、 1861年6月4日に第二補助機関士に再任された。彼は南北戦争において USS サッサカスの第一機関士として登場し、南軍の艦船 CSS アルベマールから砲撃を受けた際、火傷を負いながらも蒸気管を切断し、エンジンの爆発を防いだ。この英雄的行動により、ホビーは30階級昇進した。 彼は1870年10月19日に退役し、1882年11月17日に亡くなった。ホビーは1942年6月4日にカリフォルニア州サンフランシスコベスレヘム造船よりウォルター・デイビス夫人の立ち会いを経て浸水し、1942年11月18日にアーネスト・ブレイク・中佐の指揮下で収役した。 西海岸での成長後、ホビーは1943年2月12日にニューヨークに向かい、護衛空母カサブランカと共に大西洋を横断する護送船団の護衛を務めた。その後地中海へ向かい、U ボートと数度にわたり接触、5月9日にはそのうちの一隻に深刻な損害を与えたとされる。1944年1月2日に、 バージニア州のオフォークから太平洋に向かい、8月22日までニューギニアの海域において、アドミラルティ諸島での様々な作戦のための射撃訓練と対戦水艦紹介を及び護衛に従事した。その年の秋には北に向かい、ペリリューの戦いにおいて火力支援を行い、11月まで護衛任務に就いた。日本軍の航空機と頻繁に遭遇したにもかかわらず、ホビーは 損傷を負うことはなかった。ホビーは12月10日、フィリピンのルソン島を攻撃するため、第38任務部隊の空母と共にに出撃した。アメリカ海軍は日本に接近し、1945年までフィリピン、台湾、中国沿岸への攻撃を通じて空母を護衛した。2月16日、マーク・ミッチャー提督率いる。 第5艦隊に交流し、1942年4月の同リットル空襲以来となる東京への空襲において空母を護衛した。さらに大島、沖縄では補給艦の対潜水艦商会において活躍した。6月末に太平洋での作戦から離れ、オーバーホールのため1945年7月17日にシアトルに到着、艦ドック入居中に、 日本の幸福の知らせが届いた。ホビーは10月6日、海軍記念日の式典に参加するために、ニューヨークに向けて出港した。1945年11月1日に、チャールストンに向かったホビーはそこで退役し、1946年2月1日に、予備役に編入された。その後1947年1月に、テキサス州オレンジに移された。 ホビーは1971年7月1日に海軍戦績から抹消され、1972年6月1日の艦隊演習で標的艦として処分された。ホビーの浸水映像は、エドワード、G ・ジロビンソンとグレン・ホードが出演した1943年の映画デストロイヤーにて USS ・ジョン・ポール・ジョーンズとして使用された。ホビーは、 第二次大戦中の功績により10個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。